ラジオを聞きの皆さん、こんばんは。時計の針は午後9時を回りましたので始めていきます。アハゴンあずさのほろ酔いです。はい、6月29日金曜日、アハゴンあずさのほろ酔い、今日もですね、沖縄県那覇市にあります FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしていきます。はい、では今日のほろ酔いパートナー早速紹介しましょう。うちなー話し家ホックザンテイメンソーレさんです。どうもホックザンテイメンソーレです。よろしくお願いします。ホックザンテイメンソーレさんです。よろしくお願いします。久しぶりですね。そうですね、一月ぶりぐらいでございましょうかですね。もう、はいはいはい、ほろ酔いではメンソーレさんファンも多くてですね、ありがたい。メンソーレさん次出しなよみたいな声とかも結構あって、多分今日ねすごい喜んでるリスナーさん多いと思いますよ。いや、まあ、そんな何も出ないよ褒めだって。よろしくお願いします。はい、四軸亭主愛好家さん、おいおい、シュプリームシュプリームさん、リュウダ大好きマー君さん、こんばんはということでありがとうございます。ありがとうございます。日賀さんまだなんだ。そうなんですよ、ね、今日は雨漏り倉庫の日賀浩二さんもいらっしゃる予定なんですけれど、うん、はい、ちょっとお店の方がちょっと忙しいということで途中で来るかもしれないっていう感じですね。そうね、うん、どうなるのかちょっとわからないですけども、来たらいいな。いつもツイキャスにコメントくるんですよ、はい、あずごめんとか。いいね、ツイキャスに来るっていいよね。ツイキャスに来るのでリスナーの皆さんも、ね、わかるんですよね。はい、来れねえんだっていうね。そうそうそう、どうなるのかそこもお楽しみになっていただければと思いますけどもね。来てくれたら嬉しいな、うん。はい、脳の中の銀のホタルさん、うん、あずささん、山城慎吾ちゃんって来てますよ。本名やめて、本名。別にいいけど。メンソルさん、ガタイ良くなってるって、四軸亭主愛好家さん、ガタイ。あ、ちょっと太ってる。多分、そうなんですか、うん、ちょっとね、多分太ってんだと思うけどね、わかんないや。まあ、チャリンコ乗ってるから、結構な距離は移動したりなんかしてるんで、もしかしたらガチってなってるかもしれませんけど、まあ、基本的には気痩せするタイプで。そうなんですね。脱ごうか今、ブヨブヨ。いいですよ。あ、いいよ。オーケーなの、どうなの、どっち。オーケー、オッケーですよ、全然。そんなオーケーって言われたら嫌、嫌だって言ったら脱ぐけど、それはそれで問題だ。確かに問題ですね。メンソーレさんの西郷丼が、セゴ丼か、ゴエク先生に見えてるの気のせいかなって、うん、気のせい、これセゴ丼。セゴ丼です。気のせいですよ、西郷隆盛さんですから。鹿児島にしか売ってないそうですよ。そうらしいです、これでわざわざ鹿児島に行く人に買ってきてもらって、うん、かわいいからっつって。かわいい、確かに、うん、かわいいっつってね、うん、かわいいから買ってきても目立ちますね、セゴ丼ね。そしたらなんかね、タイガーでセゴ丼ってなっちゃって、キズレキズレ。確かにそれに合わせたのかなって思いますもんね。違うかねってわざわざ言わなきゃいけないからさ。確かに来てますけどね。はい、今日も1時間生放送でお届けしていきます。お願いします。はい、今日のトークテーマ紹介しましょう。今日のトークテーマこちらです。愛って何ですか。何でしょうね、はい、何でしょうね、これどこかで聞いたことあるかも、はい、どこかで聞いたことありますけども、ね、はい、ちょっともじりました。はい、愛とは〇〇である、うん、まあこと〇〇、まあそれぞれね、まあいろいろ答えあると思いますので、はい、はい、送ってください。もしくは愛がわからない。そもそもわからん、うん、なんだそれはっていう、ね、そうそう、でも OK です、うん、いるでしょ実際のところ。俺よくわかんないもん、なんだか。あ、本当ですか、うん、ちょっとお酒の飲んでからにしましょうね。そうか、まだ飲んでからやるね。乾杯してからしましょうね。白くでもヒートアップしちゃうからあれは。あとは、うん、愛と恋の違いとか、それぞれが考える恋はこんなだけど、うん、愛はきっとこういうものじゃないかなとか。まるでは漢字で心が真ん中にあるか下にあるかってくだらねえのはいらないからね。うん、恋は下に心があるから下心だみたいなのはもう結構です。はい、それはね。なんで怒ってんの。という感じで、はい、愛って何ですかっていうトークテーマで愛について今日は、今日は愛について1時間そう語っていきますので、酒を飲みながら行こうかなと思っておりますんで、ね、よろしくお願いいたします。はい、この番組のスーパーミラクルサポーターはですね、この番組を支えてくれているという意味を込めまして、うん、スーパーミラクルサポーターと呼んでいます。どうした？2回繰り返したぞ今。2回繰り返しちゃった、うん。はい、行って行って、泡盛文化の魅力を伝える泡盛バー泡盛倉庫、はい、いつも皆様のそばに沖縄の未来をつなぐイオン琉球です。一平二平デービル。それでは1時間今日もゆたしくでーす。 CM の後乾杯です。
酔うだけではもったいない泡盛の世界。750種類以上の泡盛、一つ一つの個性を皆様に寄り添ってご案内いたします。会員制泡盛バー、泡盛倉庫。イオン、イオンマックスバリューザ・ビッグ、6月29、30日は特別お客様感謝デー。今月は特別に29、30日連続でカードでお得に 5% オフ。イオンマックスバリューザ・ビッグ、2日間連続お客様感謝デー。アハゴンアヌサのほろ酔い FM 那覇から生放送でお届けしています。今日のほろ酔いパートナーはホックダンテーメンスウェルソンです。よろしくお願いします。はい、ということで早速ね、乾杯していきましょう。いいですね。今日飲みに来てんだ俺は。今日、うん、あのまだ飲んだことないんですけれど、うん、美味しいだろうなっていうお酒を持ってきました。今日、ま、アズマまだ飲んでない。そう、こちらです。じゃん、ヘリオス酒造トドロキ20年古酒。 20年もの。そう、20年もの持ってきました。なかなかね。そうなんです。飲めないですよなかなかね。でちょっとボトル小さいんですけれども、うん、沖縄限定ということで、はい、イオン那覇店にある、イオンリカーの1階のね、うん、イオンリカーで買ったんですが、おしゃれな。そう、なんかピンときて、うん、あ、ちょっとこれいいなと思って今日はこれをチョイスしました。こちらをチョイスしました。亀の亀仕込みということで、はい、熟成させている、熟成したよと。そう、あ、いい、いきましょう、行きましょう。あ、なんか可愛らしい、いい瓶の大きさとしては可愛らしいでしょうけども、すぐね、なくなっちゃいそうだな。あ、すぐ、いい香り。どうぞどうぞ。香りめちゃくちゃ良くないですか。いい香りですよね。いいね、いいですよね。そう、甘い香りがします。ではでは、洋酒のような感じもします。そうそう、では入れていきますよ。すいませんね。いえいえ、いただきますよ皆さんね。あ、今どうぞどうぞ。ロックで、アーズにお酌をしていて、ロックでございます。ロックです。あ、まあいいか、アーズも手酌、手酌で大丈夫ですよ。いいね、ちょっとね、はい、あー美味しそう。あ、これいい香りするわ。これいい香りす、いい香りするわ。よし、ちょっとコラン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 コも入れながら、はい、じゃちょっといただきましょうか。いいですね。ということで、うん、では皆さん、グラスの準備よろしくお願いいたします。20年越し持ってる。20年越し嫌味、嫌味もうすいません、すいません、はい、では皆さん、今日も一日お疲れ様です。カリー、カリー、皆さん、カリー、いただきます。あー、めっちゃいい、甘い。飲んでくださいな。どうですか、うまっ。20年、驚き20年、おいしいおいしい私もいただきます。あー、あー、うまいよ。これ、あれね、おいしくないですか。おいしい。もう、なんだろう、やっぱり20年もさ、熟成させたら、熟成させていくというと、本当にこう、尖ったところがない、全くなくてさ、うん、角がないですよね。まるっとしてんだけど、でも個性はもちろんあるっていう。めっちゃおいしい。うまいね。これこの大きさだったらあっという間だね。あっという間です。俺みたいな下戸でもあっという間です。ちびりちびり飲んでいきましょう。うめえわ。美味しいですよね、うん、はい、ということでお酒を飲みながら今日も1時間ゆんたくしていきます。いきますよ。さあ、今日のトークテーマ、はい、愛って何ですかというトークテーマでお届けしていきますよ、はい、ちょっと聞いたことが、ね、別の曲で、ね、某曲でね、私がおしゃべりしてるところで、ねね、聞いたことがありますね早速行きましょうね。いただいてるの行きましょう。はい、リュードラ大好きマー君さんからときました。ありがとうございます。アーズメンソールさん、こんばんは、うん、さあ、今日のテーマ愛についてなんですけれどもね、うん、そうですよ。43年生きてきて最近思うのは、愛とは思いやりと気配りなんだなと思います。ほう、思いやりと気配り。はい、大事な友達と家族には自分ができる精一杯の愛情を注いで、笑顔が見れたらそれだけで幸せだなぁなんて思います。なるほど。この域に達するまで数々の恋愛と失恋を繰り返して、うん、嫁はいるけど毎日こんな感じで楽しいなぁと充実しています、うん、増えるのは愛情と体重かな。お、笑っと笑いということで、いいね、のろけメールでございます。のろけメールです。あ、愛情とは、愛とは思いやり、思いやりと気配り、うん、
どうでしょう、メンソールさんはどう思いますか、はい、メンソエさん的に愛とは。愛ってなんだろうね正直さ、でもほら、うん、恋愛の愛だけどさ、他の愛もあるじゃない、はい、なんていうの、物に対する愛とかさ、あー、うん、ありますね、そういうのはあるよ俺。一度手に入れたものは手放したがらないっていう、さん、うん、わかります。あのこれ本とかね、おもちゃとかね、財布とか、うん、すっごい丁寧に使ってらっしゃるじゃないですか、財布はね、うん、気に入った財布、そうね、あって、でそれがデニム地の布の三つ折りの財布で、うん、もうあんまりにも5年ぐらい使っててさ、さすがに色が抜けちゃって、で新しいの欲しいなと思ってもねえから自分で作っちゃうっていうね。そう、うん、メンソレさん手先がデージ器用だから、器用なんですよ割と、うん、ミシン使ってましたよね。そのためにミシン買って、あ最近ミシン触ってねえな。あ買ったんですか、うん、借りたんじゃなくて、うん、あの作る自体は借りたんだけど、その後多分ちょっと一つ技術にしようと思って買って、うん、買って1個財布作って、そこから触ってないね。もう1つ2つ触ってないから、ちょっと浴衣でも作ろうかなと思ってんだけど、ね、え、めっちゃいい。時期的に、うん、作れるかどうか分かんないけど、はあ、でもいいですね。なんかそういうなんか細々したものに対するこの愛情っていうのは、私はもう、まあ、ちょっとね変態ぐらいの愛情はあってる、あると思いますけども。でもそういうのがいい、うん、そういうのがいいですよでもまあ恋愛の愛は、恋愛に関する愛だと、うん、まだ私はもうまだ全然ですよ。まだ全然36歳全然わかりません。全然わかりません全然わかりません結婚してませんしね、うん、全然ですよ。でもこれからじゃないですか。何が、結婚とかも。結婚に関して言うと、うん、俺はいつも声高に言っているんだが、しねえっつってる。しない、しない。なんでですか。みんながやってるから。え、おお、うん、理由としてはさ、これ言うためにはぁって言われるんだけど、うん、俺基本的に天の邪悪だから、うん、世の中の人なんか結婚するのが当たり前になってんじゃないよ、うんうんうん、ね、はい、ね、うん、まあでしたい人はそりゃいいんだけど、別段したくない人もなんとなく年齢が来たからとかさ、うん、そういうあと子供ができたから、まあそれはやった方がいいけど、うん、そういうのがあってさ、結婚していくじゃん、はい、なんかおかしいなと思って、しない人生だってあっていいじゃねえかっていうような。あ、それは全然いいと思います、うん、なのでもう俺はしないって決めたの、うん、でももし、うん、いい人がいたらどうするんですか。困る困るなっつって、要はその場合はそれこそ今日のテーマじゃない、愛を取るか、それとも自分のこの意固地な心を守るか、どっちかですよ、うん、それはその時になってみないとわからない。でも例えば、うん、結婚はせずに、はい、事実婚っていうフランスな感じでような形もある、うん、そうですね、ありですよね。まあ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 、ないことはないと思います、うんうん、ただもう事実婚っつってもさ、はい、どうなんだろうね、どうなんでしょうね。だから子供じゃないですか、うん、子供を産んだ時にちょっと大変だなっていう、うん、まあ、子供がねちょっとかわいそうな部分は、戸籍云々になっちゃうからね、そうなるともう私生児になってしまうとかわいそうになるので、2人だけの人生だったら別に事実婚でもいいのかなって思ったりはしますけどね、うん、そう、じゃあそういう人を探すよ要は結婚はしなくてもいい、事実婚でいいよっていうような人がいたらいいけど、いないんだったらもう別に、うん、結婚は今のところしたいと思わないし、する理由がよくわかんないもん。まあでも、うん、確かに、うん、結婚願望がある人っていういるじゃん。お前なんか喋った気が、ここじゃなかった気がかな、あの結婚願望があってさ、はい、それはペアでさ、要は誰かがいて、うん、この人と結婚がしたいっていう結婚願望、はい、と分かりやすい結婚願望だよね、うんうんうん、でも別に相手もいないのになんとなく結婚したいっていうのも結婚願望あるじゃん。あ、この何、ありますね、なんふわっとした結婚願望が俺はなんか気持ち悪い。なんなのそれっつって、うん、意味が分かんない。あ、確かに。なんで結婚したいんだよ、したい相手がいるからしたくならないとおかしいんじゃないの。まあこれは俺がひねくれてるだけなんだけどね。うん、よくそれでなんかやいのやいの言って、最終的にはあのこう殴り合いの喧嘩いいまでいかないけどね結婚、確かにそうですね、なんか結婚をしたいって思ってる人、はい、相手が別にいなくて、うん、したいって相手はいないけど結婚自体がしたいっていうのは、うん、それはもう人に対してじゃなくて結婚に憧れてますよね。まあそうなんだろうね、まあ、それはそれでいいと思うんだ、うん、何かに憧れるっていうことはね、うん、あの俺の心の中で大部分はそれはそれでいいと思ってるんだけど、うんうん、そうじゃない方があの話が面白いからっていうので、うん、何言ってんだってねこの野郎っつっていや相手もいないくて結婚してしていやーってんねバーカントリーっていうような、これはあのネタとしてねネタとしてその場の雰囲気を崩さない程度にプロレスで喧嘩をするっていうのが好きです。この話、このロジックは意味のわかんないロジックはよくやってます、うん、
相手もいないのにやりたがんじゃねえ相手ができてからしたいって言えっつって何言ってんだあんたって僕あの女性とね喧嘩をしますね女性とはい、はい、あんまり結婚願望のある男っていないじゃん。あ要は相手もいないのに結婚したい、ね、いやいるよ、まあまあまあ、いるけど男女比で言ったら絶対女性の方がもちろんこういう言い方するとね、うんうん、まあ、難しいけど女性はやっぱりほら、うん、年齢的な問題これは社会的な問題もあるし、はい、まあ肉体的な問題もあるし、ありますね、お子さん男はもういくつになったってさ、はい、あの子供、まあ、できるけど女性はやっぱりそこら辺ちょっとナーバスな話になりますけども、はい、シビアな話になってきますけど、そういうのあるからそうするとやっぱり自然と女性はやっぱ結婚したい、うん、子供母になりたい、うん、当たり前の感情ですけども、はい、そういう風になりますから、うんうん、でそういう人と喧嘩するんです。喧嘩するんですね、まあ、その人が結婚したらお祝いするけどねもちろんよくやったっつって。確かにな結婚でなんか女性の場合の結婚したいっていうのは、うん、私はですよ、うん、なんだろう、まあ、子供が欲しいっていうところもあると思うんですけど、はい、うん、なんか夫に働いてもらおうとしてる感じがちょっと嫌だ。あーんー、なんか家に入って、なんか家に入ってなんか自分は家事するから、はい、なんかじゃああなたは外でなんかこう働いてきてみたいな、はいはいはい、いやお前も働けよって私は思っちゃうんですよ。まあまあ、うん、まあね、うん、まあそういう人だけではないと思うけど、今度俺がフォローするからいやなんていうんですか、うん、両方いる、いやそうじゃないっていう女性もいますよ。あもちろんいる、してる方もいらっしゃるんですけど、うん、いる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 、なんかこう相手のとなんだろう、だから逆に言うとそれは どちらもどちらでお互いにこう、寄り添うじゃないけども、うん、家庭のことはできないけども男としてね、はい、家庭のことはできないけども、うん、誰かに家庭、まあ、自分の健康も含めて家庭守って、うんうんうん、しかも子供がいたらいいなっていう男性と、うん、あの その反対側の女性がうまいことをマッチングすればいいんじゃない、うん、これからの時代大変だよ。いやまあそれはそうなんだよ、うん、その上ね絶対大変ですよ、うん、なんでしょう、だって人生100年時代って言われてるんですよ。そう100年生きちゃうね。だって今までだったら終身雇用だから別に60年とかでも全然いけたと思うんですけど、うん、ちゃんと年金もね来たしね、うんうん、例えばじゃあ結婚して主婦としてやっていって、はい、じゃあ子供が出て、じゃあ自分が50とか60とか手が離れて、うん、はい、あと40年何するんですか。え、怖くないですか。そうね、旦那のためにご飯を作り続けるとかって話よね。で自分は全然無収入ですよ、うん、怖いですよ。いやそれ想像したらめっちゃ怖くないですか。テーマから少しずつ外れていってね今な、もうなってますけどもね、っていうことをなんかちょっと考えて、まあ、って考えると、はい、女性も男性も働いた方がいいんじゃないの、うん、って思いますね、まあね、うん、まあ、仕事はしておいた方がいいような、うん、まあ、でもそうするというとさ、でもね、うん、今なんだろう、難しい話になっちゃうけどさ、うんうん、女性はやっぱりこう子育てをする、子育てをするのはもちろん男性も女性もやらなきゃいけないことなんだけど、今の日本ではやっぱり女性の方にウェイトが重いじゃないよ、ま、そうするとそうです、ね、でしかも、うん、ね、未だにあれだろ、妊娠したらなんかあれなんだろ、ちょっともうお仕事やれないんじゃないのぐらいのことを言う上司とかいるわけでしょ。腐ってるよな本当な、うん、うん、そんなこと言って子供産めや増やせやばっかじゃねえかっていうね。そんなの人それぞれだから、うん、そうだからこそ俺はもう結婚しない、うんうん、今の政治に何かを言う、うん、確かに、あ、今ちょっとギャラリーさんが ね、ありがとうございます、ありがとうございま す、ね、ギャラリーさんも来ていただければね、手ぐらいは振りますんでね、 あ、はい、ありがとういただきますよ、はい、うん、裏テーマ、鉄婚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 キンクリート、鉄婚キンクリート、結婚的霊気松本太陽当たってるか俺、作家さん当たってるだろ、結婚的霊気出てきてますね。結婚的霊気、的霊気ってなんだろうね。でもこれってやっぱ女性じゃないですか、やっぱりこの 出産とか、うん、まあそういうね、育てって意味だと思いますね、うん、今日特に女性に当てはまるんじゃないですかね、適齢期っていうのは。でもまあ男は男で言うよね、うん、結構な年になってさ、うん、女性と、ね、若い女性とみたいなこと、男はさほのかに夢を見てるわけですよ、バカだから、うん、その時さ、うん、この子が成人する時にお前はいくつになってんだっていうふうに言われるわけですよ。はい、65はやばくないってなっちゃったりなんかするわけですよ。俺今36じゃん、うん、36じゃん、はい、今この場で誰かと結婚して子供を作って、まあまあね、1年後に生まれたとしてもさ37でしょ、37の時に生まれたとして、20歳になったらもう57ですよ私。おー、ね、しかもこんな浮き草家業、
なんでそんなこと言うんですか。ね、そういう意味で言うと、そういう意味で、いや素敵な職業ですよ、うんうん、ね、夢は皆さんにね、この夢を売る職業でございますけどもね、浮き草稼業には違いないですから、うん、そういうなるとやっぱどうなんだろうってなるよね、うん、なるほど。お父さん参観日とかもあるわけでしょ、うん、そういう時にいたもんね、うん、おじいちゃん連れてくる子いやおじいちゃんじゃねえんだよ、パッと見おじいちゃんかなと思うけど、うん、お父さんだったりするっていうね、そんな気にしない方がいいんだけどさ、そんなのもあるのかな、うん、まあ、なるほどなるほど、恋愛の話しようぜ確かに飛びすぎだよね、飛びすぎですよね、うん、じゃあ一旦サポーターズコマーシャル挟んでお願いします、はい、この後おつまみを紹介していきます、うん、酔うだけではもったいない泡盛の世界、750種類以上の泡盛、一つ一つの個性を皆様に寄り添ってご案内いたします。会員制泡盛バー、泡盛倉庫、イオン、イオンマックスバリューザ・ビッグ、6月29、30日は特別お客様感謝デー、今月は特別に29、30日連続でカードでお得に 5% オフ、イオンマックスバリューザ・ビッグ、2日間連続お客様感謝デー、アハゴンワンさんのほろ酔い FM 那覇から生放送でお届けしています。はい、今日のほろ酔いパートナーは北山亭弁総理さんです。セゴドンセゴドンです。はい、では次のコーナー行きましょう、はい、おつまみグイッと、イエイイエイ、つまむぞ、つまんじゃうぞ、いろんなものつまんじゃうぞ、よし、つまみましょう、はい、おつまみ俺今何つまんだんだろう、何つまむつもりでいたかは聞かなかったことにします、はい、聞かなかったことにしよう、もう噛んでる、もう言えない、うん、おつまみはですね、はい、今からちょっと作るんですよ、うんうん、今からじゃん、今日はこちらのナビスコの、リッツクラッカーを、リッツ使って、はいはい、今から作っていきます。なるほど、ちょっと新しいですよね、いつもね、はい、アズが、そうなんですよ、ね、お手製で作ってまずはリッツを、まあ、開けて、あ、リッツ開けましたね、そう、開けて、リッツ開きました、開けて、今からリッツを、そう、最初ね、ディレクターが、うん、え、これだけ小学校の遠足、ね、みたいな、遠足ってたよ俺その時さ、物が見えてなかったから分かんなかったんだけど、うん、遠足リッツをちょっと並べておきましょうね、今リッツをね、アズがタッパーウェアの上に上に並べてます、下の部分に並べております、並べました、何を作るんでしょうかね、並べました、まあ、はい、並べて、5つ並びましたね、で、その上にですね、はい、何でしょう、こちら、マスカルポーネチーズ、おー、はいはいはい、まず乗せていきます、マスカルポーネチーズ、うん、そう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 、はい、チーズを乗っける、まずチーズ乗っけていきます、もうこれだけでうまいじゃん、まずこれだけでも全然美味しいんですけど、はいはいはい、うまいうまい、乗っけていって、これまだ終わりじゃない、ね、終わりじゃないですよ、ほんほん、で、この後にですね、あ、なるほど、今、そう、あ、ありがとうございます、ね、こういうのって俺がやっとけ、いいです ね、うん、この上に気が利かないから俺はこちらはいはい、コンビーシュ、なんだ、コンビーフハッシュコンビーフハッシュコンビーフ、そう、はいはい、を乗っけます、うん、コンビーフって例えばゴーヤチャンプルーとか、うちのやつだったらチャンプルーとかでよく食べると思うんですけど、チャラミカシで食べる系ですか、そう、これをリッツに合わせたら美味しいんじゃないかなと思って、まあ、そのまんまでも食べれるもんね、コンビーフね、そう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 、うん、それを乗せていきます、なに、これあん、はい、今リッツの上にマスカルポーネを乗せて、でその上にコンビーフを乗せていってます、乗せています、まあディップでございますね、ディップみたいな感じ、今リッツパーティーですよ、どうぞ、うん、召し上がってみてください、1個あのね、見た目は割とあれですよこんな見た目こうでございます、見た目はちょっとね、あまり良くないかも、でも美味しいと思いますよ、まあまあ美味しいものが美味しいものの上に乗っかってるんで、まずくはないと、いただき、まずくはないって言い方、いただきます、あ、どうだろう、ちょっとでもね、普段多分やらない食べ方なんですよ、うん、どんなですか、美味しいかな、あの、最後に来ません、あのね、そう、最初は、うん、あのマスカルポーネがガツンとくるわけだから、うん、クリーミーな感じで、これこれで美味しいんだけど、うん、あのコンビーフのこのお肉の美味しさ、脂の美味しさ、じゃがいもの美味しさが後から追いかけてきて、うん、美味しい、そう、最後これうまいな、美味しいですよね、いただきます、うまいなこれ、うん、まあ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 、うん、で、口の中に油がいるのを、うん、
イエス。あれだね、まあ美味しい。なんだろう、お手頃なさ、うん、おつまみのさ、油をちょっと高めの、うま、20年古酒で、これ美味しいですよね。メンソルさん結構いけません？うまいね。もう一個作ります。もう一個お願いします。うまい、うまい、うまい。作ります。あ、ピッツパーリー、アーズ、メンソルさん、これから向かいます。うん、ってコウジさんが、やったー、コウジさん来るぞ。あ、いいね、いいね。コウジさんいらっしゃるそうです。うん、よかった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 。いや結構美味しいですよね。青森倉庫のさ、コウちゃんがこれ見たらどう思うんだろうね。いや、まあまあ、あね、すごい、あのどう思うかって、別に嫌な思いは絶対しないと思うんだけど、どうぞ。あの人素敵な方だから、うん、なんか、ああみたいな、ね、ああってはなるだろうね。ありがとう、うん、ね。でもこれさ、美味しいですよ、これ。手軽に作れるしさ。そう、うん、手軽に作れる。コンビーフ、意外と合いますよ。俺は実はコンビーフあんまり好きじゃないんですよ。そうなんですか。でもね、うん、これうまいな。美味しいです。好きじゃないっていうのは、あんまうち家庭に出なかったんだよね。あ、そうなんですね。母親があんまりコンビーフを使わなかったので、あんまり食べ慣れてないんだけど、これ美味しいな、うん、これコンビーフ買っていいな。うん、うん、おいしい。うまい。うん、これはカズが、うん、ごめんなさい、食べながら、うん、いいですよ。この組み合わせは美味しいだろうなと思ってやった。そう、ちょっと誰かに習ったわけでは習ってないですよ。うん、チーズと合わせたくて、うん、チーズの上に 何乗せようかなと思って、うん、まあ、ドライフルーツとかも一応持ってきたんですけど、うん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 、なんかちょっと変わった感じがいいなと思って、そしたら家にコンビーフあったので。もうすごいね。本当にそこにあったもので作ったんだよね。うん、一応ドライフルーツも持ってますよ。うん、あ、じゃあドライフルーツも、甘いやつも行こうかな。行こうかなって。うまい。あ、でもドライフルーツ、クランベリー、こちら、こちらも多分ね、合うよね。これもうまいでしょ。またドライフルーツ、あの、どうぞどうぞ。あの何、コンビーフとは違って。リッツパーティーですね、今日は。沢口靖子はいません。ナビスコじゃないんだっけ、もう今ね、沢口靖子さんね。ビオランテ、ビオランテですよ。わかる方だけ分かっていただければと思いますが、沢口靖子といえばビオランテです。今日のテーマなら、はい、既婚者はいないとねって読んじゃくてください。あ、そうかそうか。この後コウジさん来るから、コウジさん既婚者だから、そうだ、ね、そうだ、そうだ、私たち独身だから、うん、あんまり参考になるところってならないところがあるや。あるある、確かに。どうぞどうぞ。ビオランテは流されていきました。はい、いいです。これもうリッツの上に乗せる。そうですね、チーズの上にチーズを入れてから多分上に乗せた方が美味しいかもしれないです。マスカルポーネって、うん、マスカルポーネ、いや、これさ、あのさ、自分でさ作るというほど、料理をするというほどの手間ではないけど、はい、自分たちでさ一つ一つやるっていうのがいい、ね、楽しいですよね。楽しい、楽しい、うんうんうん、あ、来た来た来たぞ。あ、コウジさん。あ、青森倉庫の看板持ってる。なんだ、出張は森倉庫だからだ。あー、なるほどね。はい、来た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 。はい、こうちゃんいらっしゃいませー。こうじさん、これカメラ関係どうしようかな。とりあえず間、はい、来た来た来た、いらっしゃいませ。来たー。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。やってますよ。やってます。今やってます。リッツの上にチーズとコンビーフを乗せて食べるっていうこと、すごい、なんかやってます。暑いですか。あ、飲みます。はい、じゃあ酒作りますね。私の間に行きますか。ここにね、間に入りましょう。すいません。はい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 、間でマイクは共有でいきましょう。いや、やっとで来れました。あー、よかった。コウジさんファンがね、お今月はお休みが多かったようで。お休みが多かったです。本当にやっとで、いえいえ、今月最後に来れました。青森倉庫繁盛してるんで、うん、おかげさまで。はい、うん、よかった、よかった。よかったですね。残り30分、30分、うん、ぜひよろしくお願いします。皆さん、美味しく楽しみます。今日はヘリオス酒造のとどろきの20年、贅沢です。いいですか。どうぞどうぞ。はい、はい、どうぞ。じゃあ改めて、はい、カリーカリー、いただきます。いただきます。もう酔っ払ってきちゃった。メソリさんもう酔っ払ってきちゃった。はい、今日のトークテーマは、うん、愛って何ですかっていうトークテーマなんですけれど、はい、そうなんですよ。それが私たち独身なので、はい、このテーマ既婚者じゃないとダメじゃないみたいな、なんかそういう雰囲気になっていて、うん、はい、
一回、そうですね、じゃあ一回ちょっとこのコーナーを閉めてまた後ほど一回そうですね、CM 行ってからまたね、やっていきたいと思います。それでは一旦サポーターズコマーシャルです。酔うだけではもったいない泡盛の世界、750種類以上の泡盛、一つ一つの個性を皆様に寄り添ってご案内いたします。会員制泡盛バー、泡盛倉庫、イオン、イオンマックスバリューザ・ビッグ、6月29、30日は特別お客様感謝デー。今月は特別に29、30日連続でカードでお得に 5% オフ。イオンマックスバリューザ・ビッグ、2日間連続お客様感謝デー。アハゴンあずさのほろよい FM 那覇から生放送でお届けしています。さあ、青森倉庫の比嘉浩二さんも駆けつけてくれました。よろしくお願いします。浩二さん、お願いします。お願いします。はい、3人でお届けしていきます。はいはい、さあ今日のトークテーマ、愛って何ですかっていうトークテーマでお届けしていきます。やっとはい、はい、はい、ご結婚されている浩二さんがいらっしゃって説得力が増します、はい、私たちはあーだこうだしか言ってなかったので。そうなんですね、別に結婚してなくたって愛は語れると思いますけども。そうですよね。でもまあまあ、まあ、愛が実際結実しての結婚だということであらば、そうですね、その既婚者のご意見も伺わなければいけない。そうですね、まず何より青森への愛を。なるほど、愛ですね、はい、そしてもちろんですね、結婚しております妻への愛ですね、うん、おー、じゃあちょっとメール読んでいきましょうね。はい、はい、割とスルーされた感じがしますけどもね。ちょっとメール読んでからそれをちょっと受けて、うん、なるほどね、コーチに聞いていきたいと思います。、スプリームスプリームさんから届きました。はい、はい、アーズ準レギュラー比嘉さん、ゲストのメンソレさん、こんばんは。こんばんは、スプリームです。今夜のお題、愛って何ですか。僕にとっては一番苦手なテーマですね。ってことで、アズプロで愛を数値化できる愛が見えるメーターでも作ってくれませんか。そういうこともしてんの、アズプロ。あれ、まあ、ものづくりしてますけど、でもメーターは作ってないな。そしたら、私を愛しているならこのカバンを買ってとか言いがかりをつけられることもなくなり、無駄な出費をしなくて済むようになりますからね。ただし本当に愛してなかった場合には単なる、やぶへびになりそうですけどね。そうですね、ますね、あの人のことは俺は好きだけどあの人はどうだろうと思って測ってみたら2とか100中の2とか。あ、俺酔っ払ってる、ごめん。私を愛してるならこのカバン買ってとか言われたらどうします。買って。買わない。難しい。なんでしょう、それって愛でしょうか。コウジさん買いそう。コウジさん買いそう。なんでしょう、あ、けど買うかもしれない。だけど悩むと思いますけど、うん、愛なので全て受け入れます。だけど相手にも、ただこう尽くすだけが愛でもないと思うので、うん、やっぱり無償のギブアンドテイクが成り立って、お互いがそれで幸せを、なんかこう引っかかりなくですね、はい、こう鏡のように帰ってきてくれれば愛がですねいいなとは思いますけど、なんかそれがなんかもやっとしてきたりとか、ね、一方通行なんかそうなってくると、なんかそれが溜まっていくと、なんか不安になって恋に戻っていったりするのかなって思いますよね。難しいですね。恋があってそれが上に行って愛になる、うん、なんかこう近、そうです、恋と愛の違いってなんか難しくないですか。難しい、まあ、よくわかんない。けど恋っていうのは結構求める気持ちもすごく多いのかなって、もし比較するならば、うん、すごく表裏一体でくっついてると思うんですけど、やっぱ愛ってなってくると、やっぱりその相手に押し付けるだけじゃなくて、やっぱり私は無償のギブアンドテイクって思っていて、はい、与えて与えられるもんだと。なんで笑うんですか。ごめん、こうちゃんの言うことはとてもいいんで、俺の心に入っていこうとするんだけど、その前にね、この今これツイキャスでいいの、これ、はい、いいですよ、はい、青あずさ、
ゴリラコーポレーションユウスケさん、ゴリラコーポレーション浩平さんってどうもゴリラコーポレーションですってなってるわけ。ゴーちゃんがごめんなさいごめんなさい、そうだゴリラコーポレーションなんてコラボしちゃった、ねね、今ちょっとそれもちょこちょことね、コメントで来てますけど、ね、本当だ、あそういう意味だったんだね、どういうことだろうと思ったんだけど、メンソールであリアルタイムで変わっていきます。いいですね、いいですね、やっぱこう恋愛っていうのは、うんうん、まねやっぱギブアンドテイクというか、はいね、お互い様だという、お互いにお互いというところなんでしょうから、うん、だからやれカバンを変えたそれ何だ何をしろだっていうのとはちょっと違いますよね、うん、そうですね、うん、あけど違うと思う、まあけど、うん、違うけどそれが表現で相手もそれで満たされて、でお互いに買ってあげる、ね、買ってあげたい、そうそうそう、あげたい、欲しいとあげたいが重なればいいのかなと、うん、いいなと思います、いうところですよ、物だけになっちゃうとね寂しくなっちゃいますけどね、そう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 、確かに物は自分で買えばいいですよ。いい感じ、アーズの切り具合、コメントの、いや自分で稼いで自分で買った方が早いじゃないですか。てめえで買い上がれと。でもなんか私結構自分で働いたお金で働いたお金で買ったものってすごい自分にとってなんかやっぱり大事、なんか思い入れっていうか、時計とかも就職決まった時に買ったものずっと使ってるので、うーんなんかもらったものもいいですけど、うん、自分で買うってのもすごく意味があるなって思いますけどね。そうですね、って言ったら世の中の女性の反感買いそうだな。自分で買うのっていいよね、うん、いいですよね、自分で買うのっていいですよね、もうそのせいで人に買うのがめんどくさくなっちゃう。あらいやこれあげる分もこれ買えるなと思ったら俺最近ちょっとそれでもうちょっとね、でも皆さん聞いてください、メンソーレさん、私ラジオ沖縄のカラフルっていう番組でメンソーレさんとご一緒していて、あの朝ミーティングがあるんですよ。あるね、でミーティングはディレクターもパーソナリティも AD もミキさんもみんな一緒に参加するんですね、うんうん、レポーターのアーズももちろんいるわけですよ。で、AD のあさみさんって女性の方が、ディレクターだよ今、あ、AD そうだ、ディレクターだ、ディレクターのあさみさんが誕生日だったんですよ。はい、でその時に、うん、あさみさんは、うん、あのうまい棒のチョコレート味はい、はい、もちろんもちろんです、あれがすっごい大好きみたいで、メンソーレさんが、うん、あさみさんの誕生日の時に、うん、まあ、あのおめでとうって言って渡したんですよ。あげたね、はい、それがなんかそういうの感じがいいなって私は思って、ほう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 、なんか、うん、おめでとうみたいな感じで言って、相手の好きなものをちゃんとリサーチして、うんうんうん、プレゼントするっていう姿がすごい素敵だなと思ったんです私は。いや、あれそれ種明かしよね、種明かし、もともとうまい棒のチョコレート味ってあんまないじゃん、コンビニとかで。そうですね、うんうん、たまにしか見かけない、うん、で、はい、最近ないんですって話を聞いてたわけ、うんうん、まあ、そうなんて話をしてたら、その当時私あの多分去年の夏ぐらいかな、はい、あのミニ四駆に超ハマってるミニ四駆、いや分かります、すごく分かります、ねね、大人のミニ四駆、ね、大人のミニ四駆超面白い、うん、まあ、それでうるま市あげな、はい、だから具志川だね、具志川あげなに、もう古いバンバンって昔おもちゃ屋さんあったでしょ。分かります、あれの大元の、はい、一番最初のバンバンで、今もバンバンって軒並みなくなっちゃったでしょ、うん、で元々あれは大和ショーンだったものがそっちが倒れちゃって、うん、でどんどんなくなっていって靴屋さんになったりとかしてるんですけど、その一番最初に沖縄に引っ張ってきた人が個人でおもちゃ屋やってるんですよ。これがトイパラダイスっていう名前の、いまだにあるですごい昔ながらのおもちゃ屋さんがあって、でそこに入り浸ってたの、その頃、はい、でそこに駄菓子コーナーがあって、そこにあったのたくさんうまい棒のチョコ味が、でそういえば好きだっつったなと思って、まあじゃあなんかミニ四駆の話もちょくちょくやってたんで、その頃、うん、まあ、ちょっと話こっちの好きな話ばっかりするのもなんだからっつって、それをもう大人買いをして、いやウェッてあげたっていう。メンさんモテますね、これモテない、モテる男の行動ですね。そんなことはない、いやじゃあ今日ちょっと今日ツイキャスがいつもより少なくて、多分みんな一生懸命話聞いてるんですよ、うん、すいませんね今日のテーマなら既婚者いないとねで止まってるんですよ。ずいぶんこうちゃんが来る直前で終わってんじゃんよ。こうちゃんがいらっしゃってからみんなね多分ね聞きながら飲んでるんだと思います。あ、まあまあそれはそれでいいですよ、うんうん、いろんな参加の仕方がありますから ね、うん、愛って何ですかっていうことでいいですね。こうちゃん食べた、あ、いただきます。召し上がってください。食べながら飲みながら、3つ マスカルポーネコンビーフ、そうです。で私はついでにいいでしょうって言ったクランベリーをそのまま食うっていうね。どうぞどうぞ。クランベリーね、どうですか、うん、どうですか、どうですか、うん、後ぐらいに来るんじゃないかなって思うんですよ、塩味が後ぐらいに、塩味
塩味塩味、うん、うん、これを20年越しで流し込むっていうのなんか贅沢贅沢ですよね、うん、ちょっ と, とっても贅沢。もしかしたらクランベリーも合いますね。クランベリー合いますよ、ね、うん、どうぞどうぞ、うん、いただきます。クラリッツありますよまだ、はい、どうぞ。マスカルマスカルで、うん、ありがとうございます。では俺はリッツを、メール紹介していきましょう。北側に行くとうめ、うまいですよね、うん、ラジオネーム爆裂ナイチンゲールさんから届きました。ヘラオナイスミーチューアーズ&ソーレ爆裂ナイチンゲールです、うん、台風が来るっていうから気をつけてねみんな。今日のテーマが愛ってなんだっけ、うん、だわけさね、うん、ワンワヨなかなか愛なんてわからんわけさ、うん、愛が簡単にわかれば苦労はしねえ。でもそんなワンにもデラべっぴんな彼女がいたことがあるわけさ、いろんなところ方言が入ってる高校1年の時だったわけさ、うん、純愛ってこういうことかなって今となったら思うわけ、うん、一緒に映画を見たり花火をしたり、はい、いい思い出さ。あ、もうこんな時間か、今日も夕暮れまで寝ちゃった、散歩してくるって今起きた感じかな起きてようやく今から活動する感じのぽいですね。あ、デラベッピーね、そんなエロ本も昔ありましたけどね。え、言わなくていいこと言う、はい、この時間はいや、まあいい、まあ、この時間大丈夫ですけど ね、はい、どうなんでしょうね、その高校の頃のは、まあ、今思い返しての純愛ってことは別品な彼女、うん、今もそうでもがいたそうですよ。どうなったのかなっていうことですね、うん、いや、いいな、なんか懐かしいな、いやのその恋愛ですよね、うん、いや、いろんな恋皆さんしてきてると思いますけど、うん、したいろんな恋した、聞かずにはいられないアーズのちょっとここからアーズの恋聞こう、あと20分しかねえから、恋ですか、うん、恋ですよ。私は好きになったら結構長いんですよ、うん、うん、好きになって長くて一番長いことだと中2から大学1年だから、うん、長い、15、16、17、18、19、20青春真っ只中、6年、7年同じ方が好きだったんですよ、うん、これは好きだったってこと、お付き合いをして6年じゃなくて、いや好きだった、うん、振られた、3回振られた、ハズを振る方なんているんですね。3回振られました。いや、アタックしたんですけど、うん、友達としか思えないって、うん、でも、なんでしょうね、この6年間の間で多分両思いというかお互いに好きだった時期もおそらくあそこのあったんじゃないかなって思うんですけど、お互いに言えなかったですね、うん、あの時はっていうのはありますよだけど似たようなことはありますね。なんかすごく、あ、おらおら、私の初恋っていつかな、けど小学低学年なんですけど、ずっと言えずに、で私田舎から那覇に出てきてずっと言えずにいて、でけど結果大学生の時に好きだったんだよねっていうことは言いましたけどね。まあ、けどずっと、あ、その子はあの彼氏さんとかもいたりしたので、けどまあすごく同じ幼馴染で、ずっとまあ小さな村のね、はい、小さな村のコミュニティ難しいんですよね。なんかもうね、あと松田小学校っていう小学校、まあ宜野座村にある小学校だったんですけど、うん、全校まあずっと27名ぐらいかな、1年から6年ぐらいまで、うん、なんでほんとみんなもう兄弟みたいなもんですから、喧嘩もいっぱいしますし、もう男も女も含めてみんなこう仲のいいチームワークで、うん、なんかこう、なのでなんかこう恋したんだろうけど、なんかそっからね、なんか付き合うとかね、なんか言うってすごく難しかったですね。狭いコミュニティだとそうかもしれないですね。いや、もう全然、もう私もう初めて付き合った人とずっと結婚すると思ってましたけど、まあけど私もで、私親が結構高齢だったので、もう18で子供欲しかったんですよ。はい、若いお父さんになりたかったんですよねっていう、その反面で、まあだけど初めて付き合ったのがまさに19とかだったので、だから全然こう私恋愛経験ないくて遅かった、すごく遅かったです。あ、でも私も初めて付き合った方は19、20歳ぐらいでしたよ、自分も。あら、あ、そうかそうか、そのずっと長かったですよね、ちゃんと付き合った人は。長いその間ずっと、その人が結局もう何でしょう、うまくいかないっていうか、もうやっぱりもうダメだってなっちゃって、うん、ってなって、うん、あのお付き合い、関西の方と付き合ったんですけど、2ヶ月ぐらいで別れました。早い早いそうですか。まあ、今でもいい友達ですけどね、今は。なるほど、その人とはね、そんなことですよ。で、メンソルさん今誰とお付き合いされてるんですか。おー、来たー、コーンズさんが突っ込んだ、グッと来てね今私は
まあ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 そうね、これまああんまりオフィシャルで言ってないけど、先月ぐらいにお別れをしまして、結構 4年ぐらい付き合ってた人と、そう4年ぐらい付き合ってたかな、とお別れをして、今私はフリーです。そう、私が、ね、変に聞いて冷やす感じがしました。聞いてよかった。何何、あらあらあら、そうだったんですね、あんまりねオフィシャルで言ってなかったんで、確かにあんまりおっしゃった、まあね、言ってなかったかも、モテないとかさ、彼女なんかいらないとかっていう、そういうような意気でやってたんで、まあ今実際そうなっちゃったんで、もう結婚なんかするもんかって言いながら生きてますけど、けどなんか落語って芸じゃないですか、芸を磨くって恋することとかってなんか聞いたりしますけど、あでもまあそういうのもやっぱね、芸のためなら女房も泣かすじゃないですけども、そういうようなことは経験としてやっていかなきゃいけないようなっていうのはあるんですけど、まあいいやつって、のんびりフラフラしてりゃいつかね来るかもしれない、でも結婚は絶対にもうしないしない、さっきね、こうちゃんが車に来て話をしたんですけどね、そういう会話されたんですね。理由はみんながやってるからっていう理由で。なんという答えでしょう。そうだったんです。そういう会話が繰り広げられてたみたいになりましたけどね、今ね。なんということでしょうっていうね。そうなんですよ。結婚はしないんですって。ただひねくれてるだけなんですけどね。素敵な人がいたら困るって。どうすんですかって言ったら困る。困る。で、その時考えようと。いや同じ考えになれないですけど、逆にそういうのってきますよね、多くの女性が。そんなことない、この求めると引いてくもんで、引くとくるもんなのかなっていうと思うと、いやさすがメンサさんのそのゆとりはそういう気持ちだからなんですね。18の自分に言い聞かせたかったです。やめてくださいよ。私も初めてお付き合いしたの18です。あ、そうなんですね。田舎者にしたらゆっくりめでした。田舎者、他にすることねえのりっていうのに全然せずにね、18で初めてでしたね。おー、ちょっとなんか熱くなってきましたね。いや、なんかちょっと、いいですね。なんか恋愛の話ってなんかちょっと恥ずかしくて。なんかね、いいですね。はにかみながら。いくつになってもこっぱずかしいもんですよね、こういうのはね。じゃあ一旦。またね、やったらいいよ。CM?CM 一回挟んで、はい、また皆さんからのメッセージご紹介していきます。酔うだけではもったいない泡盛の世界、750種類以上の泡盛、一つ一つの個性を皆様に寄り添ってご案内いたします。会員制泡盛バー、泡盛倉庫、イオンマックスバリューザ・ビッグ、6月29、30日は特別お客様感謝デー。今月は特別に29、30日連続でカードでお得に 5% オフ。イオンマックスバリューザ・ビッグ、2日間連続お客様感謝デー。アハゴンアンサのほろよい FM 那覇から生放送でお届けしています。ほろよいパートナーはホグザンテイメンソーレさんと比嘉浩司さんでーす。よろしくお願いいたします。すごいですよ、今日のほろよいはみんなじっくり話聞いてる、あらツイキャス全然来ないやめてよそれ、なんか逆になんかへこむわそっち。じっくり聞いてるのか いいかってなってんのか。いやでも閲覧数が変わってないんですよ、はい、あそうですか、聞いてるんですよ、あそこはいつもと変わらないと、ね、恋愛の話がドキドキしちゃいますから ね聞くのを待っちゃいますね、しかもこうなかなかね打ちづらいっていうのもありますから。かでもメールはいただいてると、メッセージ紹介していきましょう、ラジオネームひかるさんから届きました、ありがとうございます、35歳男性の方です、年近いわ、はい、山梨県から、聞いてますよ、山はあるけど山梨県、はい、ツイキャス見ています。今日のテーマ愛についてですが、私は車椅子生活のためメンソーレさんと一緒で独身でもいいかなって思っています、相手の方がいろいろ大変になりそうだし、先週あずささんに話した通り忙しい日々を過ごしているので、今の自分のやることをやりきることだと思います。ではまたメールしますということで、なるほどね、まあ人それぞれ事情はあるということですけど、まあ、でもねどうなんだろうね最近は、忙しいことやりきるってなんかすごくさらっと言ってますけど、すごくかっこいいことですよ ね、そうやりきるって難しくて、そうなんか私の恋愛話重ねて言うと、なんか昔このまさに恋してる時ですよね、付き合いをしてた昔の話ですけど、一生懸命追っちゃって、それ逆に相手も押し付けちゃってるんだなと、すごい尽くそうとするタイプで、逆にそれってすごく駆け引きになってないですよね、押し付けちゃうので。なるほど、気を使ってるつもりでも結果それが押し付けてしまってる行為に全てなっていて、なんか
そう自分の人生にゆとりがなかったなって、逆にそれも何回も別れようっていうところをどうにかしがみついたけど、結果別れることになった後の人生、うん、逆にそうやって別れた後の人生でまさにこう青森に出会って、まあ、より青森と向かい合う時間が増えて、青森で一生懸命生きてたら今こうやってどん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 またいい環境になって、うん、もちろん、うん、あの結婚もさせていただいて、うん、まあ、お仕事もすごく幸せに生きているので、なんか一生懸命なんかこうできる、今を一生懸命生きるってすごく大事だなって思うと、絶対そういう言い方してると次の恋愛待ってますから。うーん、なるほどなるほど、一生懸命が大事と、一生懸命が大事、うんうん、ね、でまあそうわっとやってるやさ、うん、どうにかなるんだと思いますよ。うん、恋愛って苦しいですもんね。苦しくないですか、楽しいけど苦しいっていう、そうね、両方あるから、うん、めんどくさいよ、うん、めんどくさい、ただめんどくささが楽しくなる、楽しいんだよね、そうそうそう、このめんどくさがとっても楽しい、ただたまにどっかでそのめんどくさいが勝っちゃうのよ、楽しいよりも、その時に終わるね、うん、あ終わる。その時にファッとはタイミングがこう、この終わったのがお互いに合うといい感じに終わるよね、終わるっていい感じに、いい感じに終わったんですか、やめなさい、終わるんですね、終わるじゃないですか、やっぱりそのバランス、何でもかんでもバランスじゃないですか、楽しいっていうのがめんどくさい、絶対めんどくさいじゃないですか、恋愛って一人でいる方が楽でしょ、絶対、ちょっと待ってください、そんなことないですよ、そんなことはないことはないよ、意見が割れた、他も自分で決められるんだから。今日ね、あの私分かりました、はい、何ですか、コメント数が少ないの、アーズもメンソレさんも私もちょっと違った恋とか価値観持ってるから、なんか共感しづらい、共感しづらい空気が、そっかどこにコメントしていいか分かんないんですね、すごくそう今絡んでなんかふわっとしてる、なんか面白いこれ、うん、確かにみんなそれぞれ3人ともね意見が異なるので、うんね、変な恋愛感、メンソレさんもうね、いや結婚してって言い切ってるし、うん、なんか面白いなって思って、そうだねそうだねがあんまりなくて、そうね、確かにそうかもしれない、これは一緒に、私は結婚したい、うん、おー、うん、いいですよ、結婚、まずは結婚したい、私結婚したくなさそうに見えるって言われるんですよ。あー、なんとなくそんな感じはする、それもやっぱね日本の悪いところだと思うよ、ガリバリ仕事をしようとしてる女性は、うん、キャリアウーマンは結婚からは遠慮くなるだろうし、自分もそんな思いはないんだろうと思ってしまう社会なんだよ日本っていうのは、よくないですよ、よくないですよ、そういうの、アーズは結婚したいんだよ、でも結構なんか、うん、特に女性の先輩とか、まあ、後輩とかもですけど、うん、あずささんって結婚したいって思うんですかって聞かれるんですよ、ね、したいよって言うんですけど、うん、そうなんだって。なんかそうです、男性は結婚もするし仕事もするっていう二軸を持ってるけど、うん、なんかそうです、まさに今メンソレさん言った通り、うん、なんか女性だとそうです、どっちかみたいな雰囲気があって、ね、選ばなきゃいけないってなるじゃないですか、まさにすごく輝いてね、いろんなところで活躍されてるから、うん、そっか、そういうイメージに映らないのかな、うん、そういう風に見えるのかなって思いましたけどね、けど全然実際あったら全然違いますよ、すごく、ね、女性らしいですから。何ですか、すごくね、でも本当そうですよ、うん、とっても素敵な女性ですよ、はい、素敵な女性ですよ、恥ずかしい。いつアズおめでとうってこのラジオで言えるんですよ ね、 ね、楽しみ、ね、なりかねないですからね、かねないって悪いことみたいに言ったら、そうなるかもしれないですから、その時はまた盛大に、はい、ね、2時間くらいの生放送、ほろ酔いで、ほろ酔いで結婚、あ、いいんじゃないですか、うん、おめでとうっつって結婚したい、結婚したい、しみじみとおっしゃるね、うん、子供が好きなんでね、わかります、子供いいですよね、可愛い、そういいな、子供ね、可愛い、そう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 、そういった意味で私子供まだ私もいないので、うん、あそこでね、あ、そう、子供いいですよ、本当にね、ね、欲しい、いいですよね、可愛いですよね、本当にもう姪っ子溺愛していて、あー、まあけど将来ね子供生まれてまた子供の話も先陣切ってしますから、なるほどね、少々お待ちください、そうですよね、順番的に言うとね、うん、そうですね、こうちゃんの方が早いやつですからね、うん、はい、確かに確かに、姪っ子でも子供よりも姪っ子1個可愛いらしいですよ、え、子供よりも可愛いらしい、無責任に可愛がれるから可愛いってよく独り者の姪っ子1個愛はすごい高いって言いますよね、うん、メンソルさんも出来合いしてますもんね、結構姪っ子、いや、あ、1回しか見てないよ、え、そうなんですか、あれ、うん、1回しか見てない、この正月に、岩手でしたっけ、岩手だから出来合いのしようがないよね、あ、うん、まだ何も喋んねえし、うん、意思の疎通ができないとやっぱりこっちは喋りだから、おじさん面白いだろっていうの、おじさん面白いだろっていうのを言っていきたいから、いやそれ一番難しいお客様です ね、 ね、だからまあ姪っ子可愛らしいですね、わかりません、私はまだ今年のお年玉あげただけです、お年玉あげたらその袋あんがんがんがんしてます、可愛い可愛いな、
まあ、けど姪っ子じゃ、うん、絶対自分の子供そのいわゆるその、うん、自分に可愛がなんだろう自分が可愛いって思いだけが愛じゃないですから、うんうんうん、それそのうまく合わない時も自分が疲れてる時にね求められてああもう今違うなって思う時もそうあのいいも悪いも全部含めて愛ですよね。まあそうでしょうな、うん、それはもうそれは今の妻にもそうですし、はい、あの皆さんの彼氏さん彼女さんとか恋人も含めて、うん、全部の感情が私に愛ですからギブアンドテイクも含めてですね、うん、あそうそうそれはあります、うん、恋愛だけでは愛じゃないっていうのはあると思いますよ、うん、どっかでね難しくなってそこどっか一方の気持ちになっちゃうとねなんか辛いですけど、うん、私一番辛いのは、うん、あの憎しみでもその愛でも、うん、言えるんなくてもう無です相手されないことがもう一番ね何もない愛の反対はもう無関心だと思う無関心確かに、はい、何もない確かに確かにそれは確かにそうかもしれないつまりそれ裏を返すと愛とは関心を持つことである、うん、ということでしょうか何かに対してね何かに対して、うん、ああそっか私はなんか相手ふわっと相手が相手が自立できるようにすることかなと思いますけどね愛ってすごいそれは献身ですね相手にこうと思いますあなるほどね、うん、相手もこっちも自立をさせるっていうメソルさん最後に告知いきましょう、はい、あもうそうなんです告知ですですね、7月2日から1週間ですねこの FM 那覇がございます沖江通り沖江通りのあちこちで落語をするというのがありました、ね、はい第2回うまんじゅう落語祭り沖江通りうまんじゅう落語祭りというのが2日から8日ありますで、FM 那覇さんは8日ですね8日の6時から私は北山亭メンソーレが、去年に引き続き大トリを務めるということでまた放送には適さないようなことを喋ろうかなと思ってますんでぜひ見に来てくださいよろしくお願いいたしますな終わったんだごめんねいい大丈夫です放送これで終わりあらららららら配信の分と、はい、YouTube アップ分が残ってるはいわかりました、はい、配信はまだしてますも外してください、はい、そうですね配信は終わりましたがはい、はい、すごい皆さん多分真剣にじっくり聞いてたんですかね深い話してますねいやーなんか今日は愛って何ですかっていう特テーマで数には出ない神回出してきてますよえ来てます数にあかっこいいですね数には出ない神回ですっていただいてます。出ますね。あらあら嬉しい。ハゴンさんニービチしにくそうだ。ほら。マジで。笑いすぎですね。ニービチしにくそうって。あ来てたんだ。来ましたね。いや結婚式は司会ですもんね。あやりますよ。私もあんまり結婚式の司会やらないんですけども。やりたかったんです。あごめんなさい私がちょっとスクロールしてなくて止まってました。うん、皆さんツイコメント来てますね。来てました。そうそうそう来てたぞ。ごめんなさい。スクロールをしてませんでした。四軸電車でこかさん、うん、アハゴンさんと結婚したらアハゴンさんの仕事の足を引っ張りそうで気が引けるっていや別の支え方あると思いますよ私は分かったあった 俺がずっと家事はやるっていう人とかもね、うん、でそれはそれで嫌いなんでしょお前も働けってなるんでしょお互いに成長していける人、うん、すごい料理うまくなるんですよ旦那あでもそれ以上私は私が働けない状況が嫌なんですよ、うん、おーはい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 だから私は働きたいうん、なるほどね相手が家事するって言ったらいいよって言いました主に夫で主婦とかでもどうなの旦那があいいですよ別にだそうでございます全然いいですぶっちゃけぶっちゃけ、ね、ぶっちゃけ俺今結婚しない派になってるけどその前は主婦でいたいと思って、はい、主に夫そうなんですか俺働きたくない人だからええそうなんですかそうそうそう基本的に働きたくないとうちの中で、嘘うちの中にいるのが好きな人なんで家事しながらずっと喋ってるんですか喋ってる服とかと喋ってるんですか喋ってる洗濯も残念ながらそうそうそうあの結果的に今も表出るようなことをやってますし、まあ、このこれで楽しいですけど、うん、あの本質は引きこもりなので私はなのでそうなんですか本質引きこもりなので基本出る必要がなければずっとうちに入れる人なんですよお、うん、あなるほどあ俺最後に出たの一昨日の夜だぐらいのありますからうち出たの2日間ずっとうちの中にずっと喋り続けて気づかなかったみたいな感じですよね、まあ、まあそれもありますうちの中でも喋ってますけど、ねうん、なるほど主婦なれますよ主婦なれんのかなこれ別にこれ主婦ではないな家政婦なります家政婦あそうですね家
政府もったいないんですよ、メルさんは表に出た方がいい、まあ残念ながら出ますけどね、うん、残念ながらっての上なんですけど、あのご要望とあらば表出ますので、あと2時間聞きたいって、もう嬉しい、あら、ありがとうございます。じゃあまたやりますね、またそうですね、恋愛の話はやっぱでもいろんな人と恋愛の話したいじゃないですか、うん、ね、そうですね、人それぞれありますからね、うん、うん、またやります、はい、やります、ありがとうございます、また、またさようなら、さようなら、さようなら、あ、一応続いてるのかこれ、あ、続いてるのかなこれ、続いてるのこれ、続いてる、何続いてますね、続いてる、続いてる、なんかこれ延長分があるのかい、延長、多分ね、コインを入れてくださった方がいらっしゃるんですけど、うん、ありがとうございますね、じゃあコイン入れると続くシステムなんですね、そういうらしいですよ、システムではあるんですけど、うん、入れます、ちょっとそんなかな自作自演じゃないですか、ちょっとまたね時間の関係もあるかもしれないので、うん、いつぐらいまで続くのかちょっとね、そうですね、うん、あと30分多分延長できるんですけど、マジか、はい、あら、そうなんです、ただね、そうね、またちょっと FM ナハさんの都合もありますからね、はい、すいません、ありがとうございます、本当なんかこういうのありがとうございます、ありがとうございます、ではまた、はい、このメンバーで1時間ちょっと短いのでまたお届けしていきますもうそうですね、また別な機会にやりましょう、はい、はい、今日もありがとうございました、じゃあねー、さようなら、さようなら。